まあみんな気になってたでしょう。多分リスナーさんもびっくりするような報告があるかなと思いますね。まあまずコア解散知ってるよって人、まあみんな知ってるか、みんな知ってますね、まあ、もしかしたらツイッターやってない勢は知らない人もいるかもしれませんね。今日報告されました、 e スポーツチームコアが、解散ということで、まず衝撃を受けたことをお伝えしたいと思います。まず知りませんでしたこれガチで僕も知らなかったんですよ。でコア解散を知ってからボルからもまだ連絡ないと、で皇帝からも連絡ない、今ね誰からも連絡ない状態です。で文面を見る限りなんか中旬に発表があると、まだ解散してないですね。一応皇帝とボルからはアルファ D に今所属してもらってる状態なんですね。皇帝とボルは、でこの2人に関してはちょっと選手としてじゃあ活躍してもらうか話は一切ないのでそこはまず先にご理解してください。あくまでストリーマーとして所属してもらってる状態なので、うん、で一応、コアの方でデコ君とちょっとね、あデコ君からちょうどコアの代表から電話ちょうど来たんで、お疲れ様です。今生配信してます。ちょっと言える範囲でいいんですけど、ちょっと情報を知りたいなと思います。言える範囲で大丈夫です。はい、わかりました、わかりました。これ悲しいお知らせですか、これとも別に悲しくはないですか。悲しくはないです。おお、前向きな発表になるかなと思います。前向きな発表、はい、石田さん、まず悲しむべきではないと今いただきましたお声を。どういうこと、俺全く分かんないの。その皇帝とボルがアルファで一歩になるとかそういうのは言えない。それはないです。だからといってなんかその、アルファで抜けるとかもないですし、アルファでに所属のまま、変わりたいです。はいはいはい。で一個だけ言っていいですか、はい、なんで解散するの俺に言ってくれなかったんですか。あ、そうなんですか。本当に結構キンキンで、まだ本当に誰も知らない。あ、そうなんですか。で、本当は月末予定だったんです、発表も。発表も月末にする予定だったと。なんですけど、ちょっとうちのデロゲーミング所属してる人間のちょっとミスがあって、解散するっていうことを今日ツイートしてしまったんですよ。あ、本来なら今日解散まではツイートはしない。このリスナーさん、この俺の生放送で聞けたこれ新事実ですよ。じゃあ解散報告をする予定はなかったんだ今。なかったです。まあ7月の末を予定したんですよね。7月の末に解散予定して、で8月にすぐ発表みたいな感じだったのが、はい、7月の27日に発表しちゃって、もう空白の100年ワンピースみたいな感じですよね。空白の4日間が生まれちゃうわけですね。そうですね。1分ぐらい消したんですけど、そのツイートをスクショして誰かがこれマジっていうツイートしてしまったんですよ。あ、ツイートして1分で消したのをスクショ取られて、でこれガチってやられたから発表しちゃった感じですか。でそれをスクショ取られて発表されたってのってコア解散っていう、一瞬で回っちゃったんですよ。なるほど、リスナーさん分かりましたか。本来なら解散する予定がなかったんだけど、まあ運営の人がミスっちゃってツイートしちゃったと。それを1分で消したんだけど、その消されたツイートをスクショしてた人間が、コア解散マジかっていうのでツイートしたの。そしたらそれに触れなければコアの応援してくれてるファンの方々がどういうことってなっちゃう、そういう混乱を防ぐためにもう発表しちゃったと。そうです、そうです。なるほど、これが今日の解散のツイートまでの一連の流れです。なるほど。で、ネガティブなことじゃないですね。ネガティブではないです。前向きな動きです。ぶっちゃけどっか行っちゃう系ですか。これ行っちゃったんですかね。もう俺は別にあれだけど、まあデコ君に任せる。ちなみに今4000人見てるから、全然言えるんですけど、わかりやすく言うと僕がオーナーで、
ドゲーミングっていう e スポーツチームを運営させていただいたと思うんですけど、その運営元が変わります。じゃあコアの名前が変わるって感じですか？変わります。その発表はここでできないんですけど変わります。発表できないほど、じゃあなんかすごい組織、まあ本当にもう e スポーツ業界に参入してる大きい会社様が運営としてつきます。これはちょっとリスナーさん聞くのはやめよう。じゃあこれ以上は聞くのやめよう。そういうことか。じゃあメンバーが分かれるわけじゃないんだ。メンバーはそのままです。じゃあ引き抜きできない。そういうことか。これちょっとだってさ、あの荒野だけだったらさ、アルファ D って相当まあ数字はいいわけですよ。今聞きました。俺見逃さなかったのが e スポーツに参入してる大きいところって言ったから、これ多分ちょっといいとこだよ。これはね、ちょっとね、聞くのやめましょう。それはデコ君からしても嬉しい。僕は、嬉しいです。でも今の話聞く限りだったら、デコ君、オーナー辞めるってこと？鋭いですね。僕、辞めます。やだ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 。コアとの関係は？コアとの関係って、選手との関係です。まあ、選手との関係。もう、なくなります。ガチ？なので、オーナーで選手たちがその下で、あのチームの中で戦ってるっていう環境がなくなります。もう僕ですけど他人になります。マジ？はい、マジです。それ悲しくない？これは悲しいんですけど、あのただその選手たちが、まあ、これからちゃんとプロとして活躍していく上で、僕は僕のところにいるよりもそっちにいた方が、あのちゃんとあのプロとして e スポーツ業界に参入して戦えるなと思ったので、選手にとっていい環境を提供されたかったので。マジ？はい。これリスナーさん、まあデコくんはむっちゃいい人で、まあ、あとペッパーくんとかもいるんだけど、実はね一回ね、これ言っちゃっていいかな、コアあるじゃん。で一時期コアのボルト工程とか、ちょっとコアがどうしていこうかみたいになった時期があったのね。その時に俺はデコ君に、あの無課金さんならアルファ D に、あのアルファ D だから、あの無課金さんなら信用できるから、俺はあのお金も何もいらないし、もうマジでコアが幸せになるんだったらもうアルファ D にコア行ってもいいみたいな話もしてくれたことがある。で俺はそれは、いや選手はコアで持っといて、で俺はボルト工程はストリーマーとして入れて、選手はコアでいいよっていう話をして解決したんだけど、マジで自分を捨ててその選手を良くしたいっていう人なの。悲しいなこれ。まあそうですね、僕ちょっと悲しいですね。悲しいよねこれ。そうですね。ペッパーくんはここで言っちゃったのかな。ペッパーも外れます。マジで？はい、僕とペッパーはもう完全に外れます。ペッパーくんっていうのはリスナーさん、元アルファ D のスポンサーさんなの。個人スポンサーさんで、唯一個人スポンサーからあのチームのオーナーになって、でもうでかい組織作り上げた人だよね、ペッパーくんって。ペッパーくんもデコくんもどうするの？2人で今そこ悩んでますね。もうアルファ D？ いや僕たちアルファ D はもうおこがましいですよ。おこがマジか。これメンバー悲しいんだでしょ。いやでももともとそういう話はしてたんですよね、選手たちと。で僕の中でそのプロライセンス契約を受けさせてあげないっていう選択肢がなかったので、荒野のプロ契約の関係でコアのままじゃダメだったんだ。そうですね。リスナーさん、チャンピオンシップ優勝したじゃん。あの時に4チームだけ確か荒野とプロ契約があるで、アルファ D も契約してるのね。だけど条件がえぐ厳しいのよ。アルファ D でチーム作って3年目、法人作ってもう2年目かな、でやっと契約できる感じだったの。でそのプロ契約のせいでデコ君とかペッパー君が上じゃなくなっちゃうってこと？分かりやすく言うとそうですよね。まあでもあれですよ、
だけど別に僕たちがあのそのプロライセンス契約を受け出してあげないっていう選択肢がなかったので、プロライセンス契約を受け出してあげたいっていうのがあったので、今回こういう話になったって感じですね。これむっちゃ重いね。本当ですか。なんか納得いかないけどね。でも僕含めペッパーももう今回のこの決定決まりごとにあの不満だったり未練はないですね。もう分かりました。はい、マジか。なんかデコ君から今5000人来てるからリスナーさんにリスナーさんに何か、まずはあのポテトゲーミングを応援していただいてありがとうございました。今日ちょっと急なデルタゲーミングの解散の発表をしてしまったので、いろいろとあの不安だったり今後どうなるのっていう思いがあると思うんですけども、デルタゲーミングは7月31日をもって解散するんですけど、コアに所属していたボルを筆頭に6名の選手たちっていうのは今後も一緒に活動します。でその内容に関しては8月に正式に発表があると思うので、まあ、そちらの発表を見ていただければわかるのかなと思います。なのでそれまで楽しみお待ちください。はい、以上です。え、むっちゃ切ない配信になってしまってごめんなさい。しかもさ、コアの話なのに俺のチャンネルでやって大丈夫だった？あ、全然あのやっぱりロキーさんあっても動かしてもらったんで。いえいえ、とんでもない。じゃあデコ君でもまあ俺らの関係値切れるわけじゃないからね。そうですね。分かった、ありがとね。はい、ありがとうございます。また目が合います。はい、なんでもなんか大きい報告なんかこれリツイートしてとか言ったらやりますよ。ありがとうございます。はい、あのコアの指サック今流行ってるの、リスナーさんみんな買ってるやつ、あれはあの引き続き継続できるみたいなんで、それは買ってあげてください。アマゾンとかにあるかな、指サックですぐ出てくるよね。はい、ベストセラー入ってるんで、はい、買ってあげてください。お願いします。はい、ありがとうございました。あ、切ってもらって大丈夫ですよ。あ、お願いします。お疲れ様です。壊せ、概念をぶち壊せ、壊せ、世界をぶち開け、やめちまった感情も今解き放てばいい。潰せ、何一つ残さず潰せ、全てバイトで朽ちまった感覚はまた狂わせればいい。